こんばんは、ハムオです。今回は天風のベリアスに関して、まあ、速報的な感じで性能を見ていこうかなと思います。宝具の祭壇の、まあ、2とやらをねクリアしないと手に入らないのかなと思ってたんですけど、まあ、ミッションでね簡単に入手することができて、まあビンゴのポチポチめっちゃ大変だったんですけど、レベル115までは持っていくことできたので、まあ、ある程度アビリティの中身とか、検証することができたので、まあ、速報的にねお話ししていこうかなと思います。ちなみに、テンプのベリアス入手する方法は、まあ、画面の、まあ、右側にあるチャレンジというところから、まあ、左上のストーリークエストを進めよう1っていうところで、ベリアス入手することができるので、まあ、原戦争をある程度プレイされた方であれば簡単に入手自体は可能かなと思います。では早速性能を見ていきます。まず耐性からで、斬撃10、一つ5、打撃15、射撃マイナス10、魔法15というところで、まあ耐性としては優秀ですね。まあこの後来るであろう一つ環境には、まあベリアスはね、まあ 5% だけですけど耐性はあるという感じなんですけど、また、射撃に弱いキャラクターが増えてくるとね、10パーティーとかに一方的に撃たれそうだなって感じはちょっとしてますけどね。続いてトラマスで、ブレイドストリームでいいのかな。ステータスが、ちょっとね、特別な感じがしてて、クリティカルとクリティカル回避が上がる、トラマスになってて、結構ステータス珍しいかなと思います。素早さも、まあそこまで高くはないんですけど、ちゃんと3上がるので、まあ、単純に、キャラクターに装備させて、ま、トラマスのアビリティはどっちでもいいんですけど、ま、単純にステータスとして優秀だなと思います。トラマスのアビリティが8名家かな、マップ兵器いきましたね。マップ全域の敵の AP 自動回復効果解除、 AP 減らす、2ターン攻撃ダウン、 AP 自動回復効果を無効化、サタン自身のクリティカル回避アップというところで、まあ、森に持ったアビリティではあるんですけど、まあ、やっぱり1回しか使えないというところと、まあ、効果値が、試したところ10でした。ちゃんとね、トラマスのアビリティレベルマックスにして検証したので、まあ10かというところですね。まあ弱すぎず強すぎず。いや、でもまあ、10だったら使わないかなって感じはします。サポアビはこんな感じで、天の飛扇と風の跳躍というところで、天の飛扇は防御貫通単体耐性、消費 AP ダウンというところで、めちゃめちゃ優秀ですね。単体耐性は15アップになってます。防御貫通はおそらく40だと思いますが、防御貫通は簡単に計算できないので、データが出るのを待ちましょう。風の跳躍は、ジャンププラス1と HP と素早さアップというところで、まあ、この2つをつけるのがいいのかな。もともとジャンプ高いキャラクターなんで、これ以上ジャンプ追加してもみたいなところはありますけど、まあ、単純に HP と素早さ上がるのはいいですね。でマスアビは事前情報通り、ここでも防御貫通上げれるのと、まあ、獲得 AP アップとかもあるので、まあ、最新キャラクターにふさわしい感じですかね。でリアクションアビが復讐の、早々でいいのかなこれ。と読み方わかんないんですけど、被ダメージに確率で反撃プラス与えたダメージを吸収、貫通というところで、まあ、龍剣みたいなところなのかな。まあ、これ、味方にも打っちゃうので、怖い方はパラディンガードでもいいのかなとは思います。では、アビリティ順番に見ていくんですけど、まず、天雷の風というところで、めちゃめちゃ強いと噂されてたアビリティで、割合ダウン検証してきたんですけど、範囲耐性30のキャラクターに打つと15に下がるので、割合ダウン 50% になってます。アルストリアとかヘレナが 60% だったのに対して、まあ、50% なので、まあ、最大値ではないんですけど、まあ、だとしても 50% でも十分すぎるほど強いと思いますね。次がスパインダイブ霊式というところで、ちゃんと本家にあったアビリティを持ってきててすごいなと思うんですけど、まあ、時間はかかるものの、リレイズ解除付きのダメージ台で射程高低差5あるので、ある程度使いやすいかなとは思います。で、ジャンプ系のアビリティに関しては、手動で戦いたい人はレベルを上げない方がいいとかなんとかとかいう情報があるので、手動性の方は、手動詳しい方にお話聞くといいと思います。僕は手動はやらないので、マックスにしちゃいました。次がフォートレススタンスというところで、これもね、事前情報に出てきたやつで、範囲耐性と、一キラー付与とバリアというところだったんですけど、範囲耐性のバフは、20でした。話してて思い出したんですけど、バリアの軽減率、確認するの忘れました。多分 50% だと思います。違ったらすいません。で、次が、滑走、どっちかな。
射程は短くて範囲形状もまあ一つならではのっていう感じで、まあ、使いにくいんですけど、まあ、その代わり貫通もあるし必中もあるし、戦闘不能にすると AP 回復というところまであるので、まあ使いにくい代わりに性能は高めという感じですね、うん、しっかり必中まで持ってるって感じですね。次がヘイストスタンスで、これ初登場なんですけど、めちゃめちゃ強いです。サンタン自身に攻撃範囲が広いほどダメージを軽減する効果を付与というところで、まあ、ソルとかヘレナと同じ範囲軽減バフになってます。でプラスで、自前でヘイスト持ってるってなかなかだと思うんですよね。ヘイストトラマスつけなくていいので、まあ、トラマス枠開くというところでもいいし、目玉がこのヘイスト効果中だったら弱体抵抗大幅アップというところで、まあ、この前もねお話ししましたけど、あの弱体抵抗ってパラメーターは唯一割合ダウンに対抗できる手段なので、まあ、これを持ったアタッカー、まあね、今後増えてくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、天風のベリアスも持ってるというところで、じゃあどんだけなのかって検証してきたんですけど、まあ、なんとね弱体抵抗55で、ラフより高いっていうね、どういうことやって感じなんですけど、シャルロットの ライトニングストライクってアビリティは雷耐性マイナス38するのものになってるんですけど、バフを打った状態のベリアスに打つと、17%、ラフが 19% というところなので、まあ、55% カットというところですね。これはね純粋に強いと思いますね。次が EX120 のアビリティで、まあ、こちらは実際に打つことはできなかったんですけど、あの打たなくてもわかるイカレアビリティその2ですね。効果としてはシンプルで、まあ、3ターン自身の防御貫通アップ後、範囲内の対象の強化を全て解除後ダメージ中で、まあ、十字の範囲で使いやすいという感じなんですけど、ベリアスに関してはサポアビでおそらく防御貫通40と、まあ、サービで20で、まあ、60で新面積とかつけても、最大80で100いかないんですけど、まあ、こういう系で基本的に防御貫通40上がるので、サポアビと、このアビリティとマスアビで防御貫通おそらく100いくんじゃないかなと思ってます。はい、もうその段階でこのアビリティは強いんですけど、それだけじゃなくて、デスペル5ダメージなんですよ。これね、ハロウィンルシオと戦ったことある人はわかると思うんですけど、ハロウィンルシオのデスペルスラムイカれたダメージ出しますよね。あれってデスペル後に、まあ、単体耐性ダウン後もついてはいるんですけど、やっぱデスペルされるのが結構辛いんですよ。デスペルされてしまうとダメージアップバフだったりとかヘイストとか単体範囲耐性とか一生懸命ねムーブ考えてこう単体耐性も範囲耐性も入れてよっしゃ行くぞってしたのに全て無駄にされるっていうね。なので例えば白体のアライエに打つと範囲耐性ダウンマイナス30と、まあ、同じような効果を持つのでやばいんですよね。しかも他の技で範囲耐性の割合ダウン持ってるのでデスペルされて割合ダウンされてね。ちなみにメインの、サブアビリティとしてはソードダンスとデッキ層というところで、まあ、ちゃんとね三連撃の、まあ、チェーン要因のアビリティも持ってるし、十字の使いやすいアビリティもちゃんと持ってるというところですね。サブジョブはパラディンと格闘士で、どれがみたいな話は昨日したと思うんですけど、まあ、僕が望んだ通り、不滅の闘士と格闘術の極みを持ってきてくれました。運営さんに脳内を読まれている可能性があります。ちなみに天風の、アビリティの順番に関してなんですけど、自身のトラマスをつけてた場合めちゃめちゃ優先度が高かったので、まずトラマスを打つという感じで、その後にフォートレススタンス、ヘイストスタンスという感じでしたね。ちなみに、天風のトラマスじゃなくて鈴とかの、トラマスをつけてるときは、鈴使わずにフォートレススタンスを打ってくれたので、その後はね、いい感じにヘイストスタンスとか打ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、ただね基本的には範囲バフ打って自己バフ打って、まあ、接敵という感じだと思うので、まあ、フォートレススタンスとヘイストスタンス打つだけでいいと思いますけどね。というところで、ベリアスのアビリティ見てきたんですけど、めちゃめちゃ強いんですよ、もう今の段階で。で、今のベリアスって全然本気出してなくて、無限強化による追加強化もまだあるし、リミットバーストもまだないんですよ。うん、その2つ追加されたらもういやどうなんのって感じしますけどね。一応、配布のキャラクターなので、単純に、まあ、120、140できてないので、まあ、ちゃんとした最終的なステータスってわからないので、まあ、ステータスが弱いって可能性もまだ一応ありはするんですけど、まあ、EX の、120解放した時に、まあ、ステータスアップで攻撃とか HP とか AP とか上げれるとこあるんですけど、なぜかそのマスが、
ステータスボーナスっていう風に変わってて、なんかいろいろ上がるんですよね。うん、なんかここでも優遇されてるので、ステータスが弱いってことにはならない気はするんですけどね。だとしたら配布としては多分過去最強だと思います。ただね、一応欠点として、ブリガンダインもサバイバルベストも装備不可というのは結構痛いかなと思ってます。その代わり、その代わりついてはなんですけど、ロブトラーがつけれたりとか、ポットはつけれたりするので、単体耐性はポットで上げて、ロブトラを打つようなムーブを作るというのも、面白いのかなって気はしてますけどね。範囲耐性のバフを上げて、ロブトラ使ってヘイストして突っ込んでみたいな、なんか考えただけで強そうだな。ちなみに、それっぽい編成を組んでみたんですけど、やっぱりジタン・ハタセラとめちゃめちゃ相性がいいので、それっぽい編成組んだ状態で、単体耐性48、範囲耐性23というところまではある程度持っていくことができて、それに天風の範囲バフとジタンの単体耐性のバフを入れると、最終的に単体耐性73、範囲耐性43っていう感じになりますね。で、天風に関しては範囲軽減も持ってるし、弱体抵抗も持ってるので、範囲耐性をさらに軽減するパラメーターがあるし、割合ダウンとか、単純な単体耐性ダウンとかの攻撃を受けた時も弱体抵抗で 55% カットできるので、だいぶやばい気がする。いや、これ初心者ほど育てた方がいいってなりそうなんですけど、初心者はな、宝具の祭壇クリアできねえんだよなって感じはする。やり込み要素的な感じですね。ちなみに、この動画を投稿し終わった後、宝具の祭壇行ってこようと思います。なんかめっちゃ難しいらしいです。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。良ければ高評価、チャンネル登録、X フォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。